で、これはどこに玄関があるんかな。玄関なんてありません。そんな立派なものありませんよ。ん、何やってん、何え、これどうなってんの。え、よくわからない。建物、この窓ガラスは何なの。わかんないよ。面白いから窓ガラスを入れてみたんだけど、ただ面白いからやったんだ、うん、窓ガラスってもったいないじゃん、うん、これ壊したらなくなるもんだから。そうだ、ね、ちょっと下の方だけ試しに入れてみただけだよ。なるほど。じゃあこの窓ガラスよりこっちの手前が建物の中になるの、うんうん、そういうことだね。ああ、なるほど。で、奥の方がまだ緑の丘が広がってるでしょ、うん、あの辺を切り崩してもうちょっとビルの中身にするようにさらにずっと奥につなげていこうと思ってるよ。なるほどね。うん。あ、危ない。また落ちそうだった。あ、危ない危ない。気をつけないと。じゃあ、俺はこっそり作業するか。うん、いいよ。後で様子見に行くからさ。うん、サボってたらバレますよ。ん今のも言い返されんかった。うん、うん、うん、面白かったね。黙っちゃった。うん、驚いた。怖い怖い。あれ、武器が何もないな。え、武器？剣。あ、そう、タクさ、自分のさ、ちょっと自分のあれ見ておいでよ。あの、棚の中。え？なんか、自分の変なの作ったでしょ、だって。あ、バレてた？こっそりと。おー、すげえ、探索道具が入ってる。でしょ、入れといてあげたんだよ。さすが、できる子は違うな。ね、もう何でもできるでしょ。よしよし。よし、こんだけあれば3日は帰ってこなくて済む。そんなに頑張っちゃうの?3 日って1時間やん、このゲームで。20分やから確か1日。そっか、そうだね。あれ、これもう、ああ、ちょうど昼か。うん。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。私、こっちがちょっと落ち着いたら、っていうか飽きたらそっち向かう、一緒に。あの、炭鉱をちょっと調べようと思ってね。うん。炭鉱にはそういう宝箱があるのが忘れてた。まあ言ってたもんね。そうそうそう、気になってたんだよ。その宝箱に確かスイカの種があるはずやね。スイカ、うん、何に使うのスイカって。え、食うに決まってるやん。え、マジで。そう、あとはあのエンチャントって言って錬金術の素材にもなるからさ、うん、へえ、そうなんだ。なるほど、うん、で、それが炭鉱で見つかる、炭鉱じゃない、廃鉱やな、廃鉱で見つかる宝箱からしか手に入れへんって、うん、そういうのもあるんだ、やっぱりね。何でもかんでも手に入るんじゃないんだ。作ったりできるわけでもないし。うわー、これ直下で落ちなあかんねんな。うわ、きついな、これ。こんなとこ落ちたら、すっと吹かるんぞ。頑張る。私、多分あと10分ぐらい経ったら行く。いや、そんな早くも。うん。もうちょっとで、ね、私の中で霧が良くなりそう。ひたすら掘っていこう、うん、そのビルの完成はいつ頃になるんでしょうか。さあ、このビルはね、かなりの、まだじゃない、かなり大きなプロジェクトだね。うーん、あのほら、前にさ、温泉とか騒いでたの覚えてる、私、うん、温泉欲しいなみたいな、うん、温泉っていうか、温泉っていうよりもプールみたいなのでいいんだけど、うん、そういうのが欲しいのね。だからこのビルの頂上にそういうのを作りたいんだよね。あ、今ツインタワーっぽくしてて、その上にそうやってあのなんだっけ、ソフトバンクの CM であったじゃん。ん、あのすごい、あれはシンガポールかなんかのでかいビルの上にさ、あ、はいはい、船みたいになってるやつよ。あの、あ、屋上のプールね。そうそうそう、わかりやすく説明すると、はいはいはい、ああいう雰囲気の、まあ、あれと一緒のものを作ってるわけじゃないんだけど、全然。うん、ただ、なんか、ああいう感じで、こうビルの上にあったら面白いなって思ってた。なるほど。なるほど。大丈夫かい？なんか、戦ってるね、早速。俺と布団だ。何でした？早いですね。いや、箱の中に入ってた。箱？うん。なかった。チェストが置いてあった。え、嘘。あ、じゃあ、うん、そうそう。俺らは置いたわけじゃないよ。そんなことあるの？あるある。うん、
へえ。あ、またあった。トロッコ、トロッコがある。トロッコ持って帰ろう。なんでそんな面白いことだ。私のいないときにかぶってさ。あ、かぼちゃの種ゲットした。本当。なんかいろいろ、死ななかった。よかった。危なかった。今回完全に一人で動いてるから、そっちの面白動画が全然撮れないという弱点がある。欠点がある、今回。ね、でも大丈夫だよ。あっという間にもうやめるから。ちょっとなんか。びっくりした。あっ、こう。なんか声しか聞こえないけど、すごいビビる。いや、流された。おぉ、びっくりした。なんだよ、ここ。これなんだ、鉄か、これテクスチャーがちょっと変わってるから分かれへん。あ、そうだ、変えちゃったから。あ、鉄だ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 。ただ、ゴマだけは一緒やから分かりやすいわ。うん、そうだ、そういう問題もあったんだ。まあ、要は慣れやって。うん、あ、そういえば、特にバケツ渡しといて溶岩取ってきてもらえばよかった。ああ、ご飯使いたかったんで。うー頑張れ。何が起きてるかわかんないけど。何、死んだの？生きてる、生きてる、かろうじて。いや、なんか警告に出ちゃったよ。警告を探してるわけじゃないんだけど、ね、廃校の宝箱を探しに来てる。参ったな。この子かな。これ、それぐらいのビルを建てるんだったらモニュメントを作らないとね。そんなのもできるな。要はドット絵や、ドット絵の要領で作ればできるやん。前にタクが昔作ったとか言って私に見せてくれたやつかな。そうそうそう、マリオと、なんだっけ、カービィか。そうそうそう。ああ、あったあった。そういえば、うん。うん。ここは廃校の下か。鉄は取っといた方がいいよな。あると助かるよね、きっとね。はい、これ戻ってきた方がいいけど、もうどっちへ進んでいいのかがわからないという。あ、でもここに松明置いてるな。そろそろ一人じゃ寂しいんじゃない？全然大丈夫で。何が強いんだ。そうだ、私動画撮られてるときはワントーン高い綺麗な声のお姉さんになろうと思ったのに、普通に喋ってダメだこれ、無理無理、そんな取り繕って取り繕っても。いけるかんだし。取り繕おうと思った。取り繕おうこっ。もう一回取り直すかい？ないない。もういいよ。もうこのまま行く。マジで？優しくないね。どうなにこれ化粧ある。あ、スポーンブロック。あ、なんかあった？ちょっと待って、これどうやって通すのか。あ、来た来た。あ、危ない。すごい気持ち悪いぐらい、クモの巣。いって。クモの巣がね。クモの巣？大体できたかな。これでいいかな。はい、これ壊れないの、もしかして。タプにベッドを持たせりゃよかった。こんなとこで寝ろって俺に。そうそうそう、モンスターに囲まれながら、逃げながらモンスターから。ちょっとこれやばいぐらい蜘蛛の巣があんねんけど。そんなの見たことない。ちょっといいな、羨ましい。見に来た。蜘蛛の巣が羨ましい。まあ糸めっちゃ手に入ってるけど。だってほら見たことないのに、ちょっと楽しそうだな。やってしまったな、これ。剣壊れる、もう。嘘、剣、剣何本持ってたの？一本。いやだ。あ、壊れた。マジで？壊れた。私はちょっとまたモンスターに追われているので。敵と追ったら即逃げないと。うん。アホや、何が3日とか言うて。ん？3日とか言うて、もう1日はもう大変。
持たないね。というか、うん、あの出口マジで分からへん。マジで？あ、俺水持ってるわ、バケツ。あ、持ってる？うん。あ、やばい、入ってきちゃった、家の中に。うげ、最悪。あ、死んじゃった。そこを殺された。日本語になってるな。どうしてこんな死んだの？なんか、日本語になったね。あれ？前も日本語だったん、あ、違った。ちゃうちゃうちゃう。やっぱり変えたからだ。バージョン変わったからかな。うん。あの、サニーデーなんとかに変えたから。いや、それ違う違う。ゲーム自体がやと思う。そうなの？うん、あれはあくまでテクスチャーやから。表示が変わるだけ、日本語が変わるわけじゃない。やっべ、どんどん入ってくる。私、何が起きてんだよ。何？なんか楽しいことでも？うん、楽しいことが起きてんだよ。もう、ちょ、取っといてよ、そういうのは。取っときたい。でもよかった。家の中に3匹も、あ、4匹目が入ってきた。なんかね、ガンガン入ってくるんだけど、どうした今日。調子いいね。ね、設定、なんかおかしいんじゃないのこれ。ねえ、ゾンビがいっぱい来た。ゾンビが、うん、あの、もう次から次へと家の中に入ってくるの。入り口の、あの自動ドアみたいなとこから。それ、敵の集団じゃない？あの、時々来るらしいよ。村を襲いに。マジで？村を襲いに。本当にひっきりなしに来るから、うん、もう私今死んだまま、もういじってない。だから今これ戻ってもまた殺されるんじゃない？うん、なんかそういうイベントがあるらしいよ。やだな、めちゃくちゃいらっしゃる。いらっしゃる。もうバカみたいにいらっしゃるよ、みんな。どうするのこれ。俺もどうしよう、これ。どうしたくのいない日に限ってさ。なんか楽しそうやな、ちょっとそっち、そっち見たい。すごい楽しいことになってる。そっち来たけど俺、迷ってんねん。家の中ぎゅうぎゅう詰めにいたの。嘘やん。本当だよ。ちょっと大げさやろ、それ。まあ、ちょっとぎゅうぎゅうじゃないね。まあ、4、5匹だよ。だいぶ持ったね。うん、だいぶ持ったよ。もう嫌だ。どうすればいいの？でも。それで俺に出口教えてくれ。ごめん。関わってる余裕は何もないよ。わ、広い子。やばいな、これ。本当にこんなとこにいたってしょうがないな、これ。どっかに出口があるはず。そんなに迷子になっちゃった？うん、ガチで迷子だったこと。マジか。この俺が迷子やと。あれ？俺どっから来たやろ、本当に。僕がさ、迷子なんてちょっと考えにくいね。うん、珍しいね。それがいつもこっちだよとか言ってすぐ教えてくれるもん。うん。ちょっと、どうしたい？あれ俺もうどこ歩いてるのか分からないなと。何このダンジョン。ええ嘘。このパートで俺家にまで帰る予定で考えとったのに。うん。迷子のまま。終わっちゃうのかな。どうしたら助けに行くよ。いや、やめて。ミイラ取りになる。マジで？絶対迷う、これ。じゃあやめる。結構あっさり。ね、ほんとあんだけどこっちもこっちで大変なんだよ、いたってこんなとこに。何今日変なのいっぱい入ってくんだ、ゾンビが。ずっと同じ景色を見せられてる動画やで、これ今日。うん、クッキー。うわー、あ、なんか人、あ、これ俺が置いたんか、バカか。これ上やな、多分どっか上やな。上を見ながら言ってたらどっか空いてるとかな。さどこや。最初に水を流れを止めてしまったがために分からなかった。そのせき止めた部分のブロックが分かれば、あ、あった。あったあったあった。あったこれだ、あったこれ。よし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 。よし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 。うわ。頑張れ。スポーンブロックまた見つけてもた。壊しとこう。